はいどうも、トソクチュードレンのつくもんです。ということで、白チームの青写真パート58、続きからやっていきたいと思います。終幕後の歓声に、オリビアが満面の笑みで答え。だが、舞台裏に帰ってきてすぐ、オリビアの顔から笑みが消えた。片目を閉じ、顔をかすかに歪ませ、左手の付け根あたりを右手で押さえている。オリビア？大丈夫、切り傷。包帯ちょうだい。オリビアが右手を離すと、衣装に血が滲んでいた。おい。キキが素早く、包帯を用意してオリビアの腕をまくった。大丈夫、浅いから。本当に毒が塗ってあるわけでもないし。そう言ってオリビアは笑った。ハムレットのラストシーンは剣撃だ。切っ先に毒を塗られたサーベルで腕を切られたことがハムレットの直接のシーンになる。だけど演劇に怪我はつきものよ。こんなことでいちいち怯えないで。オリビアは俺を見上げた。言ったでしょ、責任は私にあるって。おう、衣装は変えないとだね。血がついてる。トーマス、これ手に入るかな。似たの。余裕。清潔なのにしてよ。臭いのは嫌。黙るな。なるべく綺麗なので。はい。ねえビル、昨日のあの海軍大臣一座のマーローだろ。また来てたな。またかよ。今日は何人か連れてたよ。しかもなかなか帰んねえ。は？ここが無人になるの待ってるのかも。待ち伏せまではしてないと思うけど。あいつもそこまでは暇じゃないだろ。でも最近リリー座の方は空席出てきてるんだって。キキの言葉にトーマスがうなずく。チケット作り手伝ってくれてる仲間が言ってた。まあ僕たちの方がいい芝居をしてるからしょうがないね。キキとトーマスがキシシと笑う。なるほど、じゃあ今日は海軍大臣一座の役者と一緒に来てたのか。可能性はあるね。用心はしとくか。これから金庫は持って帰るようにしよう。売り上げも大きくなってきてる、来てる。金は最悪いいとしても脚本を奪われたらまずい。トーマスは今日もチケット作りか。ああ、毎日作らないと間に合わないからね。すんごい枚数作ってんだけどさ。ウィルの新作の方は？ハムレットの時は真夏の夜の夢の2日目から稽古入ってたけど。まだ書けてない。ちょっと詰まってる。あら、ウィルも大変だ。客が引いた後で撤収し、俺たちは店に向かった。今日は書けそう？うん、ああそうだな、書かないとな。今日も劇場は沸いていた。観客にはちゃんと伝わっている。おかしい部分は全部書稿で潰してあげるから、気楽に書いてみなさいよ。鼻歌でも歌うみたいに気軽に。あ、そうだな。ねえ、ん？それ何抱えてるの？金庫？ああ、今日も海軍大臣一座の連中が来ていたらしい。どんな被害に遭うか、妨害に遭うかわからないから一応。また来てたの？なんか客足が遠のいているらしい。リリー座の？俺はうなずく。オリビアの顔に驚愕と歓喜の入り混じった表情が浮かんだ。リリー座の客足が遠のいている？そんなの初めて聞いた。それが本当なら一大事じゃない。あ、トーマスが仲間から聞いたって言ってたし。すでに噂になってるのね。貴族ってね、大の噂好きなのよ。その話はもうエリザベス女王の耳に入ってるかもしれない。あのマーローがいるリリーザから観客を奪った一座が現れたとなれば、あるいはもう宮廷演目は。オリビアがまくし立てるように話して、話しているその背後に。噂じゃなくて真実だよオリビア。リリーザの面々は今死ぬほど暇らしい。え？俺の視線を追いかけてオリビアが背後を振り返る。そこにマーローと取り巻きが立っていた。あのな、何度も何度も何がしたいんだよお前は。口喧嘩したって宮廷演目の結果は変わらないんだ。こんなところで油を売ってる暇があれば。よどみなく憎まれ口を叩くマーローが口を閉じたまま一箇所を凝視していた。その視線の先にはオリビアの左手があった。
オリビアは今日もマーローの前では声を出さなかった。怪我をしたのか。オリビアの袖口からかすかに見えていた包帯をマーローは凝視している。大丈夫かい。切られたんじゃないのか。毒の塗ってあるサーベルで。オリビアが微笑みを浮かべる。意味深な微笑みで肯定も否定もしない。あいにくだな。その傷はうちの店で負ったもんだよ。そうかい。飲みに来るか。愚痴を聞いてやる。客が減ってるんだろ。相談に乗れるかもしれない。いや、遠慮しておくよ。カトリックの集まる酒場なんかには近づきたくない。何？それに休養ができてしまった。魅力的な誘いだが断らせてもらう。そうかよ。俺はオリビアの手を引きマーローに背を向ける。シェイクスピア。歩き出す俺たちをマーローが呼び止める。また明日。不敵な笑みを浮かべてマーローはその場を去っていった。結局俺も店に立った。オリビアの怪我は手の甲に近い。水仕事は俺がやった方がいい。客が吐け、親父が2階に上がってからも俺たちはしばらく黙っていた。明日みんなには事情を話す。騙し討ちのように舞台に立たせるわけにはいかないでしょう。分かった。でもまだバレたと決まったわけじゃない。そうだとしてももしかしたら何かゆすりをかけてくるだけかもしれない。金だったら話は早い。俺たちの劇場にもっと人を入れればいいだけだ。そうね。明日も立つのか。オリビアが俺を見つめる。その視線を俺もまっすぐ見つめ返した。立ちたい。だってここで止まるわけにはいかない。今止まったら。オリビアが目を伏せる。何のために今日まで生きてきたのかわからなくなる。立てるなら立ちたい。オリビア。オリビアが顔を上げる。その目がかすかに揺れていた。これはお前の劇団だ。この劇団には女が立ってはいけないというルールはないんじゃなかったか。立ちたいなら立てば。それはお前が決めることだ。そしてお前と同じ舞台に立つかどうかは俺たち劇団員が自分で決めること。立ちたいなら立て。俺はお前を舞台で輝かせるために書いたんだぞ。うん、ありがとう。劇団員たちはいつものように日中の稽古の時間に劇場に集まった。遅刻者はなし。気づけばしっかり統制の取れている一座になっていた。今日でハムレットを上演してから3日目か。そろそろ喜劇のタイミングかね。劇団員同士の話題もこの一座の話題ばかりになっている。オリビアの顔を見合わせる。少し不安げなオリビアに俺は小さくうなずいた。みんなおよ。なんだまた座長とオイルののろけ話か。初夜の話でも聞かせてもらえるのかな。昨日この一座の秘密がマーローにバレたかもしれない。秘密？キキがキョトンとする。とは？気持ちはわかる。俺たちは馴染みすぎてそうなる。キキとトーマスが顔を合わせ。ハムレットを演じている時に負った傷を見られたの。マーローに。キキとトーマスの視線が下がっていき、オリビアの手元で止まった。手の包帯が見えてたってこと？オリビアがうなずく。僕のせい？違う、キキのせいじゃない。私の不注意。着替えた時に気づくべきだった。もっと言えば稽古を仕切っていたのも私。剣劇の稽古にもっと時間を割いていればこんなことにはならなかった。短い稽古期間で上演すると決めたのも私。責任があるとすれば全て私にある。誰も自分を責めないでほしい。オリビアは剣劇の相手役である劇団員の目を見ながら言った。でも座長抜きでやる？できる？いや無理っしょ。だよね。スペンサーの援助ももうないから。この劇団を続ける以上は上演を止められない。私は今日も舞台に立つ。でも女を立たせている一座がどうなるかはみんなも知っているでしょ。いや知ってるけど。俺たちもともと小僧泥だし。座長が立つなら僕も立つよ。捕まった後のことちゃんと考えてるか。うん。だから元からコソ泥なんだってば。
それに座長言ってくれたじゃん、僕が看板役者だって。オリビアが黙ったまま揺れた眼差しを聞きに向ける。僕立つよ。元コソ泥で今は奴隷だしね。トーマスの軽口にキキは乗らず、ゆっくり首を振った。違うよ、今は役者だよ。この劇団の役者だから立つんだよ。だね。キキの言う通り、あなたたちはもう私の奴隷じゃない。それでも。オリビアが口を小さく動かし、次の言葉を探す。劇団員たちは全員静かにその言葉を待った。私と一緒に舞台に立ってくれる？アイさ、人気が出すぎて上演妨害されるなんて一生自慢できそうだね。それは言えてるな。みんなは舞台袖に向かい準備を始めた。オリビアがその背中を見つめ、頼もしくなったよなこの10日間でさ。うん。オリビアはくくりとうなずいた。替えの利かない団員ばかりの劇団になっちまってる。うん。私の自慢の劇団員たちよ。俺たちも準備しよう。3度目のハムレットの上演。俺たちは全員オリビアと同じ舞台に立つことを選んだ。オリビアの伸びやかな声が劇場に広がる。会場は今日も静かだった。観客は俺たちが作る世界に夢中になってくれている。観客がオリビアのセリフを聞き入ってくれていたから、劇場の大きな扉が開け放たれた時、舞台袖に控えている俺のところにまでそのけたたましい音が届いた。動くな全員。あいつら経理だ。本当に来た。やれやれ、落ちたなマーローも。僕たちがのし上がったんだよ。ゾロゾロと経理の集団が入ってくる。おいお前。経理は舞台の中央に立つオリビアに向かっていった。帽子を取れ、顔を見せろ。俺は舞台に走り出た。オリビアを裏に隠してしまえばなんとか切り抜けられるかもしれない。お前動くな。経理の胸が、舞台に駆け寄ってきていた。ウィル大丈夫。帽子の奥でオリビアが微笑む。オリビアが体を正面に向ける。俺も劇場の方に顔を向けた。入り口のところの壁にマーローが寄りかかっているのが見えた。マーローはうすら笑いを浮かべて俺にひらひらと手を振った。歯を食いしばる。ここまでするか、そうまでして宮廷なんかの評価が欲しいか。だが俺たちがこのリスクと隣り合わせでここまで来たのは事実だ。オリビアが顔と白髪を隠す帽子に手をかけ、それを優雅に取り去った。お前女だな。見ればわかるでしょ、こんなに綺麗な男がどこにいるのよ。捕まえろ全員だ。オリビアは余裕の笑みを浮かべたまま慌てふためきながら舞台に駆け寄る経理たちを見下ろしていた。その後ゆっくりと顔を俺の方に向けた。悪いわねウィル、巻き込んで。でも楽しかった。お前何言って。経理の手がオリビアに届く。オリビアは抵抗しなかった。舞台袖にも経理が踏み込んでいく。オリビアに触るんじゃねえ。叫び終える前に俺の体が二人の経理に取り押さえられた。俺に二人がかりかよ。そんなに腕っぷしは強くない、見ればわかるだろう。一人で十分だ。ハムレットの上演中と打って変わり、劇場は混乱の様子を呈していた。床に押し付けられながら俺はオリビアを見上げた。オリビアは劇場を寂しげに眺めていた。その横顔を俺は見つめた。舞台袖からキキの抗議の声が聞こえる。トーマスは暴れているようだ。俺は笑ってしまった。オリビアが俺を見下ろした。彼女も呆れたように笑っていた。後ろ手に縛られた俺たちは荷車に乗せられた。行き先は分かっている。入り口はあっても出口はないと言われているクランクプリズン。エロが送られたのと同じ場所だった。部屋には何もなかった。そして個室だった。俺を床に放った経理がいなくなった後、見覚えのある男が現れた。記憶をたどる。そして行き着いた。あの日エロが捕まった日、マーローと談笑していた経理長。お前がウィリアム・シェイクスピアか。飛ぶ鳥を落とす勢いの脚本家らしいな。どう汚ねえ酒場の息子が出世したもんだな。俺は経理長を見上げた。ニヤニヤとした笑みが俺に向けられていた。
ずいぶん詳しいな。あんまり甘く見てくれるなよ。あの宣教師とつながってた。あいつはお前の店によく行ってたらしいもんな。でもどうやらお前は転職したらしい。経理長は組のある笑みを俺に向け続けた。何が言いたいんだ。楽しいか芝居は。え、お友達がいっぱいできたんじゃねえか。答えずにいると経理長は牢をゆっくり見回した。くせえだろここ。お前の息のせいだと思ってたよ。この場所が臭いもん。笑った後に経理長は俺の頬をわしづかみにした。頬の内側に歯が食い込む。そう意気がるな。どうせそんな元気は3日も経てば消えるぜ。お前と遊びに来たんじゃないんだ。経理長は俺の頬を掴んだまま俺に顔を寄せた。汚く黄ばんだ歯が並んでいるのが見える。お前に選択肢をやるよ。みんなを助ける力をお前にやる。男装してる女なんて捕まえたってな、何にもならないのよ。マーローには借りがあるからな。俺を恨んでくれるのよ。捕まえてほしいと言われれば動く。罪は罪だしな。俺が欲しいのはな、お前らみたいな大根役者の小悪党じゃないんだよ。わからねえのか。カトリックだよカトリック。こんなチンケな罪人じゃなくてな、カトリックの首が欲しいんだよ。そうすりゃ俺もジェントルになれる。儲かるんだよカトリック狩りは。経理長はまだ俺の頬を掴んでいる。分かってるんだよ。お前たちの店に集まってるのはな。次の会合はいつだ。主催者はお前か客か。最近集まってねえだろ。ダメだよ集めろ。お前が集めるんだよ。知ってるカトリックを全員また呼べ。そうすりゃ劇団員は今すぐ出してやる。どうだ、話し合う気になったか。経理長の手が離れた。顎の感覚がなくなっている。答えは。悪いが何の話だかさっぱりだ。それにやっぱり臭いのはお前の息だったよ。離れたら握手はなくなった。この場所も思ってたよりは悪くなさそうだ。経理長がにやりと笑う。なあ、そこの壁のシミを見ろ。そう、それだよ。横に一直線に入ってるだろ。それ何の線だと思う。経理長が指さした先には確かに茶色い線がくっきりと入っていた。雨が降るとな、政治川の水位が上がってここまで水が流れてくんだ。エリザベス女王も性格悪いよな。多分分かっててこの場所に建てたんだ。そうだな、それは同感だ。エリザベス女王は性格が悪いんだろうな。ここでは部屋もベッドもキャンドルも食事も有料だ。女王様は大根役者に食わせるただ飯はないってよ。おまけに釈放だって金次第だ。残念だよな、お互い貴族じゃなくて同情する。よーく考えな。お前たちの演劇評判いいんだ。悪い話じゃないぞ。そう言って経理長は立ち上がり出て行った。ダメだ、どう考えたって親父やロブは売れない。大きなため息をつく。そして俺は狭い牢の壁に背中を預けて座り込んだ。終わった。何もかも体から力が抜けていく。思い返せば夢のようだった。自分の書いた脚本をオリビアの一座全員で演じ、それが多くの人に評価された。オリビアのような美しい女と愛し合えた。店も繁盛した。何もかもがうまくいっていて、オリビアが舞台に立つことの危険性への対処が甘くなっていた。ツケが回ってきたのか。でも俺は力ない笑みを浮かべた。自分の人生の喜び、それは全て前借りしたとしてもこの数週間の興奮には届かない。ツケの支払いは来世も続きそうだ。意外にのんきなんね。壁の向こうから声がした。俺は自分の背の壁をしばらく見つめた。オリビアか。
聞いていたのか。人聞きの悪いこと言わないで。聞こえてたの。聞いてたんじゃない。ウィル、悪い、オリビア。親父を、あの店を売ることは俺にはできない。すまない。沈黙が続いた。壁の向こうのオリビアはどんな表情を浮かべているんだろう。確かに思ってたほど悪い場所じゃないわよね。無駄に広い屋敷に住んでたのが、バス停の酒場で寝泊まりするようになって、とうとう牢屋。でも入っちゃえばどうってことないわね。いつも通りのオリビアの声だ。それに奴隷に助けを請うようになったら潔く命を絶つわ。死んだ方がなし。耐えられない。次私を侮辱するようなこと言ったら殺すわよ。わかった。いつの間にか俺は微笑みを浮かべていた。穏やかな沈黙が流れた。でも一つ悔しいのは、ウィルの新作の完成に立ち会えなかったことね。隣にいるのがウィルだと気づいて、私は膝を抱えて座った。冷たい壁に背中を預けて。もう少しだったのに。そう、もう少しだった。何もかも。もう少しで私たちの評判は確かなものになった。もう少しで私たちの紡ぐ物語が完成した。もう少しで私は初めて心から愛した人のものになれるはずだった。悔しい。私は頬を濡らす涙をそのままにしていた。その涙は音もなく落ちて地面にシミを作った。たとえ死がお前の息を、蜜のように甘美な息を吸い取ろうとしても、私は顔を上げた。お前の美しさまでは奪えなかった。ウィル、お前は美しい。死はまだお前の美真似には行き着いていないらしい。ウィルの声が壁の向こうから聞こえてくる。男にしては高く甘い声。いつからか私の心を離さなくなったあの声が。そうだ、ジュリエットは命を吸い取られてもまだ美しい。舞台という生きる場を奪われたオリビアが美しいように、ジュリエットの死に直面するロミオの気持ち、それが流れ込んでくる。俺は脚本家であると同時に役者になった。オリビアにしごかれて、いつからかその役に寄り添えるようになっていた。ロミオはジュリエットが仮死状態だという真実よりも先にジュリエットの途方を聞いてしまう。それが第三の悲劇。オリビアの声が壁の向こうから聞こえた。俺は小さくうなずいた。そうだ、ロミオは毒薬を手にジュリエットの元に向かう。そしてその美しさに触れながら毒薬を全て仰ぐ。もうロミオの死に場所はそこしかないんだ。愛する人の隣、せめて美しいその姿が何者にも奪われていないうちに。そしてロミオはジュリエットにすがるように生きたい。ジュリエットは、ジュリエットは目覚めた時に愛するロミオが横たわっているのに気づく。その体にはまだ熱があるのに、その頬はまだ柔らかいのに、二人の間に死という壁が立ちはだかっている。ちょうど私たちの間にあるこの冷たい壁のように。どうして、どうして私のためにほんの一滴残してくれなかったの。ジュリエットは空の小瓶を拾い上げてそう叫ぶ。長い眠りから目覚めると、そこにはもうロミオはいない。ジュリエットにとって生きる意味のない灰色の世界になってしまった。遠くから足音が聞こえてくる。そこにはジュリエットの望まない結婚相手とロミオのいない毎日が待っているだけ。ジュリエットはロミオの探検で自分の胸を貫く。それが永遠にロミオに寄り添うたった一つの方法だから。できた。なぜだか俺の目から涙がこぼれていた。たどり着いた。
オリビアと二人で俺たちの思い描いた真実の愛の物語。ねえビル。なんだ。傑作よ。俺は思わず吹き出した。目を閉じて深くうなずく。あ、そうだな、傑作だ。この物語はきっと何十年何百年経っても人の心を動かし続ける。私たちが出会った確かの意味があると思わない？私があなたの才能を開花させて、あなたが私たち二人のことを描いたこの物語が、私たちが死んでからもずっと人の心に残り続けるのよ。そうだな。書いてね。なんだって？書きかけの原稿、最後まで書きなさい。命令よ。今日はもう寝るわ。あなたも寝なさい。体力を温存してまずは乗り切る。座長命令よ。でも返事は？分かったよ。明日また方法を考えよう。何か方法ある？そうね。おやすみなさい、ウィル。おやすみ、オリビア。明かり通りの窓、そこから月が見えた。満月だ。この月を私は一生忘れることはないだろう。この先誰に抱かれることになっても、誰の腕の中から同じように月を見上げても、いつだって私は今日のことを思い出す。愛を語り合うように二人の物語を紡いだこと、互いの姿が見えなくても確かに同じ景色を見ていたこと、そして二人で歴史に残るマスターピースを生み出したこと、結ばれるべき二人、幸福になるべき二人、その資格を持つ二人が幸福にたどり着ける、そこに悲劇の本質があるんだ。ウィルに出会えてよかった。後悔は一つもない。舞台に立ったことすら後悔していない。私は女優だ。最後まで私は女優だった。ただ演じたかった。ウィルが私との出会いから着想を得た物語、この姿でウィルに愛された一人の女として演じてみたかった。それは叶わない。時代がそれを許さない。でもいつか私と同じ志を持つ女性が堂々と舞台に立てる日が来る。必ず。それが何世紀後であってもこの物語は人々を魅了しているはずだ。ここには真実の愛が描かれているから。床を見つめる。音もなくこぼれ落ちた涙の跡がある。その行方を知るのはあの月だけ。ビルはきっと気づいていない。それでいい。私はこれからも演じ続ける。私はあなたを愛した。あなた一人だけを愛した。私がそれを知っていればいい。耳を澄ますとビルの寝息がかすかに聞こえた。本当にのんきね。口角が上がる。私のわがままに付き合ってくれた劇団員たち全員助け出す。これが私の座長としての最後の仕事。私は立ち上がって熱い木製のドアを叩いた。話をさせて。呼んでほしい人がいるの。はい、というところで今回はね以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。